定常滑りとは、地震学において、沈み込み型のプレート境界の深いところで発生する、振動を伴わない、プレートの滑りのこと。非地震性滑りの一つで、もう一つは、準定常滑りである。また、これに対して、普通、地震と呼ばれる滑りを、地震性滑りという、海溝付近のプレート境界の断面図、いくつかのパターンを示した。 1. 1大陸プレートに付加体 3? 海洋プレート5。固着域6。線医領域4。安定滑り域定常滑りは青色で示した4。安定滑り域で起こる。接している2つのプレートがお互いに変異するだけの滑りであり、地震波を出さない。そのため、地震計で観測することはできず、変異系や GPS などによる変異観測、測地などでしか、 正確な滑りの様子を知ることはできない。プレートの境界面にある3種の滑り領域のうち安定滑り域で起こる。この領域は地下6 0トルを超える深さのため高い圧力がかかり温度も高くなって近くは液体となって存在している。そのため大陸プレートはこの深さでは固体として存在せず固体の海洋プレートが 液体の汗のスフェアの中を沈み込む構造となっている。プレート間地震の原因となるプレート同士の摩擦は、ここでは非常に小さいため、プレートの滑りは非常にゆっくりとしていて、かつ振動を起こさずに安定している。ただし、この深さにおいては、海洋プレートが地下深くで割れて起こる海洋プレート内地震という別のタイプの地震は発生する。ありがとうございます。